コナンのリングネームで知られるカルロス・サンティアゴはキューバのプロレスラー。サンディアゴ出身。メキシコやアメリカのプロレス団体で活躍。6歳でキューバからアメリカに亡命。幼少期をフロリダ州マイアミで過ごす。1982年に地元の高校を卒業後、ストリートギャングの一員となった。構成後にアメリカ海軍に4年を入り、ボクシングをしていた。 アメリカ海軍除隊後、カリフォルニア州のサンディエゴに移住し、ボディビルを始める。同地のプロレス団体のプロモーターに見出され、1987年1月6日に、バハカリフォルニア州、ティフアナのインディー団体でプロレスラーデビュー。以降、1989年より、メキシコのウア、1990年にはイムルと転戦し、2月には、 コナン・エルバルバロなるリングネームのマスクマンとして FMW に初来日。当時 FMW にコナンを紹介したレッドバスチェーンは第2のマスカラスになりうる男とコナンを評価。1992年トリプル A に移籍。サイボーグをモチーフとしたマスクマン、マックスムーンなるギミックで WWF に登場するが短期間で離脱。 1994年11月、新日本プロレスのトリプルエールジチャワールドに参戦、するため再来日している。1995年、ECW に参戦。当時ブッカーを務めていた、ポールヘイマンに見出され、スポット参戦するようになり、PPV である、ノーベンバーツーリメンバー1995に出場した際には、スカッシーマッチで、ジェイソン・ライトから圧勝した。 1996年、WCW をアメリカでの主戦場に活動。参戦早々の1月29日、ワンマンギャングを破り WCW、US ヘビー級王座を獲得。7月には、US 王座をディック・フレアーにダッシュされた後に、ケビン・サリバン率いるモンスターユニット、ダンジョン・オブ・ドゥームに加入。1997年7月14日、 一世を風靡した大型ユニットとして知られる、んおうに加入。バフバグウェルラと中堅としてのポジションを確立し、またやられ、役としても活躍。1998年には、ムオーが分裂し、ベビーフェイス側となるケビン・ナッシュがリーダーを務めるムオー、ウルフパックの一員となり、11月30日には、クリス・ジェリコから、WCW 世界 TV 王座をダッシュしている。 1999年、無王の活動が停止したことによりマスター・ピー率いる、ノー・リミット・ソルジャーズに加入するがこれといった活躍が、できずに脱退。そしてエディ・ゲレロ、デイ・ミステリオ・ジュニア、ビリー・キットマンといったルチャドーラーたちとフィルシー・アニマルズ、なるユニットを結成。10月18日にミステリオ・ジュニアとのコンビで、ハーレーム・ヒートから、WCW 世界タッグ王座を奪取し、 11月25日には、キットマンとのタッグで再び、ハーレームヒートから、ド王座ーザをダッシュするなど活躍。2000年には、ナチュラル・ボーン・スリラーズ、ジェネラル・レクション率いるミス・フィッツ・イン・アクション、クローニックなどといったユニット間の構想が起こり、タッグ・オーザをめぐって激闘した。この構想は2001年まで続いたが、最終的に WCW が、WWF に買収されることになった。 WCW 崩壊後、ティネに2002年6月の PPV に参戦したことをきっかけに2003年に正式に入団。BG ジェームスロン・キリングスと3ライブクルー3リットル系なるユニットを結成し、タッグ戦線で活躍。11月には3人でタッグ王座を保持していると主張するなど、リング内外を暴れ回った。また、 同年には古巣であるトリプル a に復帰。2005年、BG の WWF 時代の相方である、キップ・ジェームスが入団し、3リットル系にメンバー入りしたことで4人となり、ユニット名を4リットル系へと解消。しかし、BG とキップが2人で行動するようになり仲間割れが起きるようになり、結局、BG とキップは4リットル系から離脱し、ジェームス・ギャングとして活動。 結局4リットル系は解散となった。4リットル系解散後、ジェームス・ギャングとの交争中、コナン一人では抵抗できなくなってきたことから12月31日に、アポロ、ホミサイドを呼び寄せて、ラテン・アメリカン・エクスチェンジ、ラックスなるヒスパニック系、プロレスラーユニットを結成。後に、ヘルナンデス、マチエーテなどが加わり、ラックスは一大勢力となった。2007年には、 人工関節置換術を受けたことから、長期欠場。これをきっかけに、ティネから退団することになった。ティネ退団後、ト AAA と単独契約を交わし完全一席。他国籍大型ユニットである、ラリージョンエクストランヘラを結成し、リーダーとして君臨。2007年より、人工関節置換術を受けていたこともあり、マネージャー的な役割をしていたが、2013年4月より、 再び試合に出場している。1996年にプロマステカなるインディ団体を旗揚げしたが2004年に崩壊している。ありがとうございます。